村林博士は、日本の実業家。東京フットボールクラブの元代表取締役社長。東京都品川区出身。サラリーマン家庭に生まれ、慶応幼稚舎から、エスカレーター式に、慶応義塾大学小学部へと進学。1976年に大学を卒業し、東京ガス株式会社に入社。入社時には、工場勤めを希望していたが、 神奈川県大船の事業所に配属され、単身不妊で働く、現場作業員800人の寮長役として昼夜、駆け回った。社内運動会のチーム作りや、大学時代応援指導部にいた経験を生かし、都市対抗野球大会に向けての応援団編成といった事業所間の調整が必要な仕事を任されていき、目上、年上問わず社内での顔を広げていった。 ニューヨークのブルックリンユニオンガス社への研修、東京ガスハウジング社及びリビングデザインセンター社への出向、さらに1993年にはサーテレンス混乱に見込まれザ混乱ショップを新宿の東京ガスパークタワーに誘致するなど方々で活躍。1997年7月、同社の J リーグクラブ設立準備事務局長に就任。をアイデア豊富で、 地域のいろんな人と本音の付き合いができる熱意と、個性を持っていると評する鳥、原光則の立っての希望が通っての移動だった。東京フットボールクラブ株式会社設立に携わり、1998年10月の同社設立と同時に、常務取締役として出向。J リーグ加盟を果たした。以後も、背広組の顔として尽力。2002年には、ワールドカップ。 宮城会場のベニューコーディネーターを兼務。ワールドカップ日本組織委員会には FC 東京から14名を出向させた。2004年からは専務取締役に昇格するも2005年7月に東京ダービーで起きた障害事件の責任を取って常務に降格している。その後再び専務に戻り、さらに慶応義塾大学の教授を兼務。 FC 東京バレーボールチームの部長も務めた。2008年代表取締役社長に就任。後発クラブだった FC 東京を観客動員数第3位まで躍進させたものの、観客動員数や年間チケット購入者数で横ばいを見せ始めたことから2011年1月をもって退任した。2013年一般社団法人アリーナスポーツ協議会の 代表理事についた。2013年より日本ハンドボール協会理事。2016年から日本ハンドボールリーグ委員長を兼務。ありがとうございます。